BGM と背景の美しい和風 2D アクションの RPG、始まるよ。おぼろ村正は2009年に Wii で発売されたアクション RPG。 徳川綱吉治世下の江戸時代において剣術おぼろ流を操る二人の主人公キスケ、桃姫が妖怪変化を切り捨てる時代活劇です。2013年に発売された PS ビータ版では DLC が配信され、さらに別の4人の主人公の物語が楽しめます。主人公たちは非常に強力で、ボタン連打のガチャプレイでも楽しめる難易度でありながら、コンボ、動作のキャンセルなどのテクニックが数多く存在し、突き詰めていくとキリがない。やり込みゲーマーも納得の作り込み。緻密に描かれたグラフィック、和風でありながらロックな BGM はプレイヤーを視覚、聴覚の両面で高揚させてくれます。ゲームの紹介もほどほどに、レベレーションについてお話しします。使用するソフトは2014年発売の PS ビータ DLC 同梱版。ゲーム本編は桃姫伝、キスケ伝の2編に分かれていますが、キスケ伝を選択。難易度は RPG 要素の強い無双、アクション要素の強い修羅、主人公の体力が1で個性のしぶるい、のうちしぶるい。あとはニコ生 RPG ウィキの記述にのっとり、バグは攻撃力引き継ぎバグ、床抜けのみ使用可能。タイマーの計測区間は視点かキャラ選択時、終点か犬神撃破のリザルト画面となっております。事前の解説と同時にオープニングも終わったので、本編の映像に切り替えたいと思います。ドキドキ。ドキドキ。ドキドキ。ああ、もうしっくりしちゃった。はい、用意スタート。開幕と同時に設定画面からキーコンフィグ変更。移動、回避、ジャンプ、すべて十字キーに設定。王たちにカーソルを合わせたら、忍者エンカウントは試合からのキャンセルため切りで片方の集団を処理し、立ち上がった本体側の集団を11で撃破。武器は太刀、王たちの2種ありますが、基本的に王たちで進行します。こんなの入れちゃってさ、恥ずかしくないのかよ。居合がない場合は、キッチン、ポンと、下切りを主軸に戦います。攻撃で忍者に弾かれると、黒が盾にされて、刀が折られて死亡しかねないので、慎重に。リザルト表記13秒以下なら許容範囲内でしょう。体力1固定、とはいうものの、刀でのガードやダメージキャンセルがあるので、それほど死亡しません。刀でガードすると、画面上部のゲージが減少し、黒になると刀が折れて、その時点で死亡扱いとなってしまうので、注意は必要ですが。洞窟を抜けた先で、こちらの攻撃をガードする侍と確定で引火するので、居合を温存し、ドバーッ即座に刀を折って対処。まるで RPG みたいだ。電化多すぎ。電カウントするかどうかは基本的にランダムです。ゲームの仕様、チャートの都合上、かなりの低レベル進行を想定しているので、エンカウントの量は少なければ少ないほど良いです。ごく一部、武器調達の都合で、少なすぎると支障をきたす場面がありますが、で、目玉、は居合で一戦しましょう。居合があれば一瞬で終わりますが、なかったり打ち漏らしたりすると、15秒程度持っていかれます。ここは忍者の手裏剣にケツを掘られないように。煙玉というアイテムがあればエンカウントから離脱できますが、目がしばらく手に入らないので現在処置取りを得ません。
雑魚戦は、その内容に応じて対処方法を決めていますが、ランダム性が強く、開幕の数字以外は、アドリブによるところが大きいです。やったぞ。目的地に到着。イベントの後、ボス戦となります。ストーリーの要約。記憶がなく、自らの名前すらわからずさまよう主人公だが、なぜか抜け人として忍者衆に追われている。逃げんじゃねえよ。忍者衆の言うことには、自分はキスケというらしい。彼らに恨みはないが、命を狙われるとあっては仕方ない。やめちゃいや、やめろよ。ダメなんですよ。暴力セックス、暴力セックスと揉めているうちに敵の対象核が登場。一騎打ちが始まります。ということで、いつもクボス、グロザルトイです。最初のボスだけあって、より動作も大きく、先に苦戦することもありません。黄色の全体 HP が0になった瞬間、引き上がるので、空中攻防を差し込みます。さあ、黒豚、もう一回3回目は、途中でクロボルがオーラを抜かしていかなくなってしまうので、適度なところで切り上げます。ここで HP ゲージについてちょっと解説。黄色の部分が全体の HP で、これが0になると、オレンジ部分のストックが減少、次の黄色ゲージに変わります。このオレンジのストック部分が厄介で、減少値が下限の A。ゲーム内で一定時間経過しないと、絶対に0になりません。なのでここから時間調整。突破をすると、オレンジ部分がごくわずかに残り、黄色ゲージが完全余計に削らねばならなくなります。タイミングや BGM で大まかに収束しています。結果はリザルト表記1分16秒。調整が完璧なら13秒までは出せます。またまたストーリーの要約。もう少し来る。ええやん。クロザルを退け、現れたのは伏見の化け狐のユズル派。キスケの腕を見込み、霊魂となった当初を決めました。の強盗を使ってくれ、とのこと。霊人に化けたユズル派の願いに、悪い気はしない、と、少し懸念に思いつつも、キスケはこれを受け入れる。もう儲けか。キスケは妖刀村正を携え、己の過去を知るために、伊賀にある忍者衆の本陣へ乗り込まんとする。というところで一文字が終了。目的地へ向かう、イベント、ボス戦、イベント、というのが一幕あたりの構成です。あのさ、チャンスなって他道を戻る間、少し時間があるので、HP ゲージについて補足。先ほど、HP ゲージの減少量は可変、と申しましたが、その時表示されている、黄色の限界 HP を削るのに、どれだけ時間をかけたか、に応じて減少量が決まるようです。例えば、5秒程度で1ゲージ飛ばしてしまえば、ストックの減少量が1割未満、ということもあり。逆に、1本削るのに手こずっていると、ストックが一気に4割近く減ることもあります。プレイヤーが苦戦していると、帳尻が合わせられるシステムになっているようです。効果力で無策に殴っていると、ボス1体撃破に、黄色ゲージ8本も削らねばならぬこともある、のに対し。この仕様をうまく利用すると、最小黄色4本分でボスを撃破できます。これに加えて、ゲーム内で一定時間経過するまでは、ストックが0にならない、という仕様があるので、ボス戦の短縮を狙う場合、ただむやみに殴るのでなく、調整を行って、可能になったら即ストックを0にする、ということが重要です。RTA 外でも、ボス戦の撃破タイムは、どうやっても64秒、プラス、最終期ゲージ削る速度、以下にはならないようです。
ただし、HP ゲージのないタイプのボスや、DLC 連中はこの限りではありません。ここまで話しておいてなのですが、この解説は解析などのデータに基づくものでなく、私の調査プレイや、桃姫編のタスさんのプレイを筋肉解釈したものなので、間違っている可能性が多分にあります。もし間違っていたら、すいません、許してください。何でもしますから。うん、まあ何でもしてって言ったよね。じゃあ、うんこ出してもらいましょうか。お願いします。よっしゃ、完成だぜ。さて、山城の国へ着きました。セーブポイントにブックマークを設置。二幕ボス撃破後、ここへ飛んできて、伊勢までカゴで運んでもらいます。忍者本陣へ向かう前に、うれし、恥ずかしい、お買い物タイム。白菜鍋のレシピ本、白菜を9個購入します。早速、白菜鍋を食べまして、大立ち、早瀬、村正を作成。攻撃力が17から19に上がります。武器や防具は装備しないと意味がないぞ。下準備も済んだので、以外が忍者本陣へ行くぞ。字幕にはすでに表示していますが、白菜鍋の効果について。白菜鍋はキスケのステータス力を60秒間中を上昇させる効果を持っています。この効果が非常に強力で、雑魚戦を1回あたり平均で2秒ほど短縮してくれます。それならボス戦でも有効だなと思うのですが、残念でした。白菜鍋の効果時間は60秒。 HP ゲージのストックをゼロにできるのは64秒経過後。先ほど申しました通り、64秒経過まではどれだけ早く削ってもいいかなし、高い火力が有効となる64秒経過後では効果時間が終わっている。そんなわけで、直接的な短縮効果はあまり期待できません。楽しいな。とはいえ、HP ゲージのないタイプのボス、ボスの取り巻きが鬱陶しい場合などは、白菜鍋はとても有効です。また、HP ゲージの調整を安定して行いたい場合も、投資3秒程度で行えるので、悪くはないです。煙玉を入手、1個消費することで、戦闘から離脱できます。店で買うと1個80文、ボスは平均150文程度しかドロップしないので、高額商品です。落ちているものは積極的に回収。ここは最速で抜けようとすると、爆風に巻き込まれることもあるので、注意。電車が多めなので、比較的楽な内容である鬼軍団も逃げ。そんなこんなで、目的地の忍者本陣の入り口です。ここからは問題児たちと演歌するので、気張っていきましょう。変化運に自信があれば、ここの白菜鍋はスキップ可能でしょう。私は安定を取りました。これはちょっと危険な演歌をして登録忍者の国の手裏剣は多段に引っ越し、頭の霊力をごっそり持っていきます。しっかり回避しましょう。ねえ、俺のお子ちゃん耳で上々だろ。
白い忍者が、うんま手裏剣を構えているパターンだと、むやみに投げてきて、足の踏み場がなくなります。そうなると、回避に専念せねばならなくなり、一戦闘で20秒近くかかったりします。嫌だね。小部屋に立ち寄り、中野から、煙玉3個を回収します。このエンカウント、見えにくいですが、天井に2体、忍者が張り付いています。居合なしで対処しようとすると、やや時間がかかるので、ない場合は即逃げましょう。ワープアイテムの、聖堂の鏡を回収したら、目的地は目前です。到着しました。今回のボスは HP ゲージがないので、白菜鍋を食べて挑みます。さて、ストーリーの要約。鉄本陣において木助は、自分がかつて、ここの忍者として、美濃の国は、鳴神城、に潜伏任務に入っていたことを知る。入ってなかった。そいぜ。かつての雇い主、ヤグミキノ城と一触即発の事態になっており、異変だ。木助がここに来るときに破った結界は、龍を封じ込めていたもので、今やその、龍が蘇らんとしている。自分の責任であるならば、と、キスケは、蘇った。よう、オウムカデの退治に向かいます。誰もあれだな。というわけで、二幕ボス、オウムカデ戦です。オウムカデは計3体。それぞれ体力が異なり、数種ある回復パターンからランダムで選出されます。2体以上同時に攻撃するのが理想。ですが、このパターンでは難しいです。仕方がないので、重なったところで頭を飛ばして、高速し、同時攻撃を狙います。石を飛ばすと魂が出現し、居合のクールタイムが回復するので、即座に使用。うわ、ああ、魂を奪われたもん。おおお。今はここの繰り返しです。ムカデの機嫌がいいと、少なくとも居合の範囲内に3体とも収まってくれるのですが。息が飛んで短くなると、ムカデの動きが速くなります。この状態で突進されると、凄まじいロスになるので、頭矢を飛ばし続けて高速しましょう。おお、おめえどこ行ったんだよ、おめえは。逃げやがってよ。逃げんじゃねえよ。もう許さないからな。結果はリザルト表示59秒。1分切れなければリセットなので、寸前です。オウムカデは配置、行動、ともにランダムであり、タイムを安定させられません。早ければ40秒で終わりますが、ムカデが密集し続けるパターンを引くのは非常に稀で。調査プレイ含め、3桁以上倒しましたが、40秒ぴったりだったのは3回です。ストーリーの要約は次回に。ご視聴ありがとうございました。ボスパターンが見どころのパートに、始まるよ。まずは聖堂の鏡を使用して、山城、そこからカゴを利用して、伊勢へ向かいます。伊勢に着いたら下準備。腹ごしらえをしてから、大太刀急なぎ、村正を作成し、一番上を長曽根小鉄、真ん中を夕間に村正へ持ち替えます。準備万端。冒頭でやがったな。タコ忍者は一発に接近しているとタガンヒットする自爆を放ち、ガードしても2ヒットで刀が折れます。通常攻撃での対処は危険なので、禁止にしてから居合などの安全策で処理。気合がなければ逃げるのが望ましいですが、死にしてから煙玉を使おうとすると、地上の忍者に殴られかねず、危険。終わりを通過すれば美濃の国。もう少し歩きましょう。発見マジ
すみません。右の下ですけど、まだ時間かかりそうですよね。なんとか言えよ、変態。誤差だよ、誤差。終わりにブックマークを撤収。6幕までは、ここを拠点に進行するのが効率的です。刀を作るには、魂が必要なのですが、チャートの都合上、これがカツカツなので、より一節に拾えるなら、積極的に拾います。刀緊張直後、プラス、白菜鍋の状態なら、ゴンは泳いで一撃です。さて、尺があるのでストーリーの要約。大昔を退けたキスケに、雪の城は利用価値を見出し、キスケに地盤を持ち立てる。この条件下は、キスケが隠し潜入していた鳴神城、の虎姫が、お家取り潰しに反抗しているが、苦戦している。そこで、この虎姫、を討ち取ってくれば、忍者衆に働きかけ、無罪放免も考える、とのこと。忍者衆に敵越していたキスケは、しぶしぶながら承諾する。というわけで、現在虎姫の立てこもる、美濃の伊吹山、へ向かっております。先ほどはレベル6だったので、試合で覚醒したくですが、現在レベル7なので、来週により落ちません。が、こう続いていない。何だよ、やめようね。の切っ先を当てれば直接攻撃できますが、失敗するとグッダグダになるので逃げ対処が望ましいです。煙玉の不足する桃姫編ならともかく、キスケ編なら優先して使っていいと思います。目的地を前にしてお買い物タイム。煙玉を持てるだけ聖堂の鏡を4枚購入します。おいゴレ、ゴレが名義おってんの。樹上にある全部の面と魂を回収。全部の面はキスケのステータスを上昇させます。刀の装備には一定程度のステータスが必要なので、全部の面で底上げすることで刀を早期に持ち替え、雑魚とボスの最終ゲージを早く外れるようにします。竹が生い茂るここは、伊吹山の入り口。虎姫はこの作用にいるようです。ボス直前で、レベル7と経験値 50% という状態を想定しているので、ここからは全逃げします。50% に満たない場合、魂不足で刀が作成できず、ボスパターンが破綻するので、非常に厳しくなります。一応、現在の、夕凪、村正でも行けなくはないですが、タイミングが非常にシビアになるので、1、2回エンカウントが増える程度であれば、この状態まで稼いでしまっていいと思われます。亡霊武者は体力が高い上、ダウン時間が長く、させてしまうと面倒なので、逃げ。竹槍トラップは非常に短いので、ジャンプしていれば届きません。俺もね、逃げる。いいよ、抜け、早く抜けよ。やっとこさ到着。取り巻き除去のために白菜鍋を食べて、大立ち、ようやみ、村正を作成。これでボスパターンが安定します。おなじみのようやくタイム。徳川家近畿の妖刀、村正、所持の疑惑で、お家断絶とされたことを不服とする虎姫。証拠物件として応援するからな。勇気の類を従え、江戸城討ち入りを画策する。生きる虎姫に話しかけると、裏切り者、と罵られるが、記憶のないキスケは当惑する。このまま打ち入りさせては返り討ちに遭い、泣き者となるは明白。虎姫の美貌を惜しんだキスケは、彼女をなだめるため、周囲の容器を透滅する。
三幕ボス、トラ姫戦の始まり。お供の武者みたいだけどなので、羽くらしも。そっかしたら、やおみこに送って。トラ姫に接近開始。ダイビングを図って矢の反射を狙ってますが、泡で失敗しています。接近したら、良い矢に、村正に持ち替え、パターン準備。絶対に殴ります。あ、ダメだね、ハンさん。直撮りに成功していますが、やの雨で羽を妨害されるので、必ず見送りましょう。ステージを削り切った瞬間に火の手、浮かせから空中ポイント。トライスキッチンを、ジャッキリを入れながら打ちます。削り切ってしまうと、トラ姫が逃げるので、強制は戦争拡大タイム。BGM から判断して、64秒経過が近いのと、殴らずに見送ります。初代鍋の効果が触れましたね。ここから少しばかり待って。最終ゲージ突入。攻撃力の希望で、95% までしか削れませんが、起き上がり直後に撃破できます。ちょっとミスってみよう。早く戻ってきたので、ロスは5秒程度に収まりました。結果はリボルトローチ1分28秒。あそこで仕留められれば1分23秒、でしょうか。ザワ、や、俺、あた。トラ姫をなだめることに成功したキスケは、自身とトラ姫の間柄について聞かされる。キスケは、トラ姫の使用人として潜入し、トラ姫の鏡家の宝刀を奪い、幕府の者に渡してしまった、とのこと。この宝刀は、鏡家が代々秘蔵する忌み刀であり、これが将軍の手に渡った今、世は騒乱の危機にある。虎姫は、この忌み刀、九頭竜村正を封印するために、討ち入りを行うようだ。が、虎姫が気がかりなキスケは、雪の城との取引を無視し、虎姫の動向を観察する。このような一冊により、東海道を下っていきます。目的地は、東農院のアッハさん。聖堂の鏡で終わりに戻ってきて、現在は中間地点の、三河の国へ差し掛かったところです。三河の国へ入ったら、いつもの食事。こいついつも白菜鍋食ってんな。非常に新鮮で、非常に美味しい。そうだよ。僧侶は、居合なしだと少しばかり暴れますが、数が少ないので、差したる脅威はありません。本来ここは、落下突きを十字小さい犬でキャンセルして、即居合を出すのが正解。着地後に回復する必要は、全くありません。煙玉ドロップ。買い物タイム。白菜、煙玉の補充と、重要アイテム、鶏肉、を持てるだけ購入。鶏肉は、白菜鍋に代わる新しい食事、水炊き、の材料です。水炊きを食べると、240秒間、エンカウント率が、一定程度下がります。ガン逃げする区間において、煙玉節約の意図で食べます。この食事効果は、白菜鍋と重複不可能。つまり、一戦争の対処時間が、少しだけ伸びます。つまり、白菜鍋と水炊きの、適切な使い分けが重要となってきます。水炊きの効果は、それほど劇的なものでなく、場合によっては、気休め程度でしかないので、
常に水炊きを食べるのでなく、一部は割り切って、白菜鍋で雑草蹴散らす方が有効です。このチャートでは、煙玉の資金稼ぎも兼ねて、一部区間で白菜鍋を採用しています。小屋の、から、普段の水炊きのレシピ本を回収。はレベル10プラス経験値 65% 程度での到着を想定しています。現在 52% 程度でしょうか。復活すると支障を来すので、道中で魂をちょっと多めに回収。第2次開始にあたり水炊きを食べます。腹が膨れたぜ。ここの左上に煙玉が落ちているので、しっかり回収。所持数がすでに9個の場合はスルー。通過時の背後からの攻撃は、小さい手裏剣単発程度なら問題ないのですが、後半になると、風魔手裏剣が飛んできたりして、一気に刀を慣れることもあります。死亡しても、そのマップに入った直後の状態に戻されるだけですが、10秒程度のロスが生じます。荒れ果てた鉱山地帯を渡り、アクハさんの入り口に来ました。トラ姫の後を追い、キスケはここを抜けていきます。このマップは、とにかく足場が悪く、平地なら苦戦しない忍者軍団も、厄介になります。当然処理の練習はしていますが、状況が悪化しやすいので、煙玉を優先しよう。このヌーさんのせいだろうな。こんなところでバレーボールやったら、ダンスで言われるとかっこいいよ。ごめんな。もう次直るんだよな。そうなぁ。ほら、見ろよ見ろよ。ほら。一度マップを出入りすることで、邪魔な忍者を消すことができます。魂も回収できるので、この方式を採用しています。赤い全部は、体力が多いので、この区間でなくても対処しません。ようやっと到着。ここで、踏みつき、胸股を達成。この刀の奥に、天下部屋、がパターン安定に必要です。さてさて、ストーリーの要約。アクハさんを抜くキスケは、山口の、あよ、が管理する、魔物の敵所にたどり着く。そこで目にしたのは、殲滅された、虎姫付きの忍者たち。このさよに、何か見つかれている。刀をよこせ、と、キスケは難癖をつけられるが、拒絶。抜き差しならぬ事態は、ついに危険な領域へと突入する。四幕ボス、さよ戦の開幕。まずは強制コンボで、浮かせます。サヨが浮く瞬間に矢を引っ込み、打ち上げ、電撃自打を処理しつつ、空中コンボ。起き上がりに、同じ流れで浮かせまで持っていきます。浮か処理か3ゲージの極限まで、ができているので、まあいいでしょう。3回目の途中で、サヨがスーパーアーマーに乗って、離陸準備をするので、追跡。試合で札を探しつつ、離陸直後までに、3ゲージ目削り切り、遅れるとサヨが墜落し、失敗します。対空中に、4ゲージ目ギリギリまで削り、強制回避。サヨが空中で3回行動するまで待機。3回目の行動が、小爆弾なし、なので、空位置でゲージを削り、墜落させます。自己ゲージにギリギリで止めて、作用画面台に待機、反射玉ばらまきを誘導します。この辺りで、64秒経過するので、最終ゲージ突入と同時に、反射玉反射、ゲージへ5割強持っていくつ。結果はリザルト表示1分13秒。
これこそ食通だな。うん。このパターンは非常に再現性が高く、墜落タイミング、爆弾の反射数にもよりますが、ミスがなければ、1分13秒から20秒の間で安定します。画面の前のホモもやってみよう。なんだこのさ、おじさんだと使ってんじゃねえよな。おじいさんだろ。ドクロ。ストーリー要約は次回に。ご視聴ありがとうございました。第2の関門に差し掛かるパート3、始まるよ。4幕が終わって、5幕の冒頭からスタート。聖堂の鏡で終わりへ戻り、大海と山城経由で、大和の国へ向かいます。まずはカゴに乗って、大海に到着。鉱山地帯を越えて、山城の国へ。通常プレイだと、とにかく歩かなければなりませんが、RPG の進行ルートだと、そこまで長くはないです。こいついつもスルーされてんな。木の下にある煙玉を回収。しばらく買い物ができないので、一個でも必要です。まだ時間かかりそうですかね。ここで水炊きをいただきます。このマップで食べると、どうぞ、次のボスの直前で効果が切れます。地形が地形なので、雑魚はスルーします。が、煙玉の残量によっては、普通に対処します。この周辺は、紫天狗と黒忍者が中心なので、白忍者や赤天狗の出る、アッハさんよりはマシです。二幕冒頭で通った、山城の国へ帰ってきました。尺があるので、ようやくタイム。山寿司であるさよの霊力のおかげか、キスケに、失われていた記憶が流れ込んでくる。先の潜入任務の折、クズ竜村正、を奪われた上で、お家取り潰しになる、という陰謀を知った虎姫は、忍者に始末されそうになる。が、任務中に虎姫に惹かれたキスケは、虎姫と刀をかばい、瀕死の重傷を負う。今はの際のキスケの眼前に、おぼろや千獣、を名乗る、剣豪の霊魂が現れ、取引を持ちかける。千獣曰く、彼の編み出した秘剣術、おぼろ竜、は、術者が死に絶え、今や断絶の危機にある。そこで、キスケがこれを継ぐのであれば、自らを、キスケの魂と一体化させ、生存させてやる、とのこと。みんなのために、生きようね。拒むことを知らない、半人野郎であるキスケは、これを受け入れ、記憶のない、おぼろ竜剣士として、再起する。真実を思い出したキスケは、虎姫への連合に焦がれ、彼女の逃げた、大和の国へ退職。ようやくが終わったところで、大和の国へと差し掛かりました。虎姫はこの先の伝授寺へ逃げ込んだようです。もう気が狂うほど気持ちええんじゃん。ここで初出のカラカサとエンカウント。体力が低いので、適当に殴るだけです。ジャンプをされたら、合わせてキャンセルため切り、というのも有効です。刀身長直後、プラス、白菜鍋の状態なら、ゴミと同じく、居合で一撃です。居合がある場合には、片方の集団を適度に殴って、反対集団も一つ殴った後、居合で一撃。たまらねえぜ。もう一度やりたいぜ。やはり、大勢でクソマミになると最高だ。クソマミに出会えたやつ、至急メールくれ。ここは、左端近くで着地しないと、忍者の鎖分銅を、ケツに突っ込まれます。こいついつもスルーされてんな。いつもの忍者戦。ボスが、火力が不足してきました。キスケのレベルに応じて、ボスのステータスも上がるのですが、刀を持ち替えてからに、全レベル上がると、体感できるレベルで、処理速度が遅くなります。
忍者くんを強く。この船移動さん、ここは空にまで入れます。落下物の硬直は、十字左右でキャンセルして、試合から、一周中に、キャンセル楽しみ。現実の通り、地面からの逃げはリスキーなので、しっかり対処できるようにします。夕暮れの原野の先に、虎姫の滞在する、千樹寺が、助けは先を急ぎます。第二の問題児の登場。黒忍者は、多彩な攻撃パターン、ギリギラの自爆攻撃など、非常に危険な相手。今回は、巨大手裏剣を構えているので、空中に回避してきた場所。ワープで逃げられた場合は、逃げ先に溜め切りを。リザルト放棄17秒。火力や状況を考えると、しょうがないです。さて、ここから床抜けバフについての説明。まずは右下携帯のこのマップの地図をご覧ください。 B 版では天井に頭をつけた状態で刀の持ち替えを行うと天井をすり抜けて上階へ行けます。これを利用することで本来水色の正規ルートを進行せねばいけないところ赤のルートを通ることができ、大幅な短縮が見込めます。さあ、しかしながらビータ版では何度試してみてもすり抜けることができませんでした。 A 版では非常に容易にすり抜けるあたり修正されたのだと思われます。どうであれ、このバージョンではすり抜けが不可能だったので正規ルートで進行しています。もしビータ版でもすり抜けられるならば更新したものを無編集版として投稿するので、ご存知の方はお知らせください。すいません、許してください。何でもしますから許してください。何でもしますから。ここの僧侶は画面下げて回復するように気をつけてきます。暴れないので街道に出るものより楽です。そんなこんなでボスの目前です。この RPA 最大のリセットポイントなので気張っていきます。頑張るしかないよ。白菜鍋を食べて長月村正を達成。最下段に、伊賀の神亀道、最上段に、長月、村正を装備。戦闘前に、ようやくタイム。手勢を殲滅された、虎姫が逃げ込んだ、前樹寺。そこへたどり着いたキスケ。しかしながら、そこは、カツラギさん、追われたかい、土雲、の巣窟と化していた。虎姫は、土雲の手にかかろうとしていたが、間一髪でキスケが救助する。虎姫に手を出されたことが、キスケの逆鱗に触れ、キスケは、土雲を粉砕戦とする。さて、小町ボス、土雲戦です。こいつは、攻撃に反応して、小雲をばらまきます。この小雲、放っておくと、最大30匹程度になります。数が多いだけならまだしも、小雲の飛びつきは、ダメージキャンセルが効きません。ガード関係の切れた攻撃の後隙に飛びつかれると即死、リセットです。とにかく危険なので、ガード関係を変えた利用、ストライク、2の後に、ラッキリや、落下武器を挟みます。そこを処理しつつ、ダイロス登場、次回の場所が空いた、自己先を待ちます。ここで動くと危険なので、ダメージキャンセルでやり過ごし、慎重に対処するのが肝心。土雲は、警備を2本ずつ削った後に、何か攻撃を当てると急落するので、糸先の終わりに。気合を当てて撃墜。ここまで来れば一安心です。落ち着いて、体力調整を開始します。糸先をダメ点すると、きっと一つ分のロスが生じます。組織の策なので、よくよく避けましょう。調整はこれで OK。あとは時間経過を待ちます。土雲がダウンから復帰したあたりで最終ゲージ突入タイムになるので、タイミングを合わせて削り切り成功すると再度撃墜できます。あとは速攻に殴っていれば、この条件で1分15秒から1分22秒程度で撃破できます。結果はリザルト放棄1分19秒。
土蜘蛛を撃退したキスケは、伝授時の法然和尚から、衝撃の事実を告げられる。おめえ、ホモなのか？先の潜入騒動の際、虎姫はすでに亡くなっており、この法然和尚が葬儀を行った。虎姫が現世に留まっているのは、阿弥陀如来に懇願したからであり、それは77日限定、とのこと。この刻限が迫る中、虎姫は失った手勢を集めるため、武田信玄と、原神の古戦場、川中島へ向かい、同志を募る。キスケもこれを見守るため、信濃の国、川中島古戦場跡へ向かいます。今回は、終わりに戻ってから、美濃、飛騨を経由して、信濃へ向かいます。終わりに来るのは、これで、終わり！へぇ！美濃から信濃への直通路は、結界により封じられているので、飛騨を経由します。さて、ここから7幕ボスまでは、一切刀を新調できません。今までは3レベル程度と、頻繁に刀の持ち替えを行ってきましたが、このレベル12からの区間では、魂やブックリーの都合上、ずっと長月、村正を使用します。前述の通り、敵のステータスは、キスケのレベルに応じて上昇するので、だいたいレベル15あたりから、今までより、厳しい戦いを強いられることになります。キスケの力も、一定程度上昇しますが、敵の成長の方が早く感じられるので、刀を頻繁に新調しなければならないわけです。素晴らしいバランス調整だ。ではこの火力不足の区間をどうするのか、と申しますと、楽な雑魚が多い区間で、白菜鍋でドーピングして、塩化対処しながら金策を行い、ダンジョン等の、厄介な雑魚が出る区間では、ためにためた煙玉と、水滝で一気に駆け抜ける。このような方法で、レベル12から18の、火力が不足する区間を乗り切ろうとしています。早くつまみでになろうぜ。この終わりから、昨日までの道中は、ゴミや黒忍者などの、楽なエンカウントが多いので、白菜鍋でこしらしています。ここの他に、もう一箇所だけ、雑魚対処区間がありますが、その話はその時に。結界で塞がれているので、飛騨を経由します。あら、雪降ってるじゃない。寒いと思ったわ。飛騨の主なエンカウントは、ゴミ、雪女、黒忍者、それにタコ忍者。タコ忍者以外のエンカウントは対処が非常に容易なので、ここで煙玉節約しつつ、資金を稼ぐのが良いかと思われます。あら、話しかけると、温泉へ連れて行ってくれます。 RPA では脳なしですが、温泉に行くと、体力と刀の霊力が全開するほか、タブイベントや、入浴中のキャラクターが拝めます。ゆずるはや桃姫、虎姫の入浴姿も、拝めるらしいっすよ。ほら、見ろよ見ろよ、ほら。レーザー、レーザー、ちょっと、やめてよー。足元にある、白菜を回収。死亡事故に対する保険みたいなものですので、スキップ可能です。飛騨の溶接地帯の先、信濃の地に到着しました。川中島の古戦場跡は、もう少し先です。川辺のエンカウントは、全部、玉、カッパの3種。全部はともかく、他2種は時間がかかりがちなので、逃げましょう。全部も、航空に逃げられると、ロスが大きいので、余裕があれば煙玉の対象です。ここで水炊きを食べて、段逃げ体制の準備。うん、美味しい。こいついつも、ここで、お買い物タイム。違うだろ。ここでは、煙玉を持てるだけと、生地の出現状況に応じて、鶏肉を数個購入。今回は珍しく、生地と全く遭遇していないので、1個購入し、川中島で4個取得します。
おなじみの忍者大将。魔力不足か反応、居合さえあればどうにかなります。あんな愚痴であっても、居合があって、変化内容が楽であれば、煙玉節約のため、対処するのもいいかな、と思っています。このマップの右上に、鬼神の面、があるので、回収。天霧、村正を、レベル18で装備するのに必要です。刀からビームが出たりは、しません。正気の漂う、川中島に到着。杭を持つ怨霊たちが、未だに合戦を続けています。川中島の主要エンカウントは、5鬼、青忍者、鉄砲武者、亡霊武者、赤ガキ。このうち、前に主のみ対処します。ここの青忍者は、一見今までのものと変化がありませんが、チャレンジ2爆弾をばらまく仕様になっています。爆風に角分で刀が折れるので、反射してしのぎます。下切りを仕込めば、自分の周辺は掃除可能です。このマップは非常にエンカウント率が高く、煙玉を上限の9個まで持ち込んでも、普通に弾数1や2になります。経験上、ここでのエンカウント回数が、とりわけ投資のタイムに大きく影響するので、緊張しています。今ちらっと見えた赤ガキは体力が高い上一箇所に集めにくいので当然無視。ここで鶏肉を4個回収。60問相当の価値なので鶏に価値はあるはず。鶏肉を取りに行く。今回はエンカウント運に恵まれているので、青忍者にも煙玉を使うべきと判断、投げています。今までの投資だと、この辺りでとっくにレベル15と 50% 程度だったのですが、現在レベル14と 75% 程度。編集で見返していると、サヨの後あたりから、エンカウント率が少ないようです。1幕2幕でエンカウントが多くても通していたのは、全体としてのエンカウント運が良ければ、12分に挽回可能だから、です。3幕あたりの怒涛のガバは、煙玉が残量3個で目的地に到着。今回は下準備せず、そのまま乗り込みます。乗り込めー。虎姫は、この川中島で、鏡家ゆかりの勇気を募ることに成功するが、別の軍勢と衝突し、合戦場外にあった。劣勢の虎姫勢に、大軍接近の知らせ。このままでは、味方と合流する前に全滅してしまう。壊滅目前の状況で、キスケは、敵の大将と一騎打ちを行い、形勢逆転を図る。こうして、キスケと、敵軍大将、チグルイビシャモン、との、大将戦の火蓋が切って落とされる。6幕ボス、チグルイビシャモンのお出まし。攻撃は全て送りで、容易に回避できますが、ガードしてしまうと、刀の霊力や一気に完全に全滅で攻撃が大半。2回ガードで、リセットになります。今までのような神技も存在しないので、敵の遅いことの対策を固めておきます。こういうタイプが安全地帯になることが多いので、攻撃の反省が出る瞬間に、そこで潜り込む予定。浮かせたら、空中戦で、クロサリ戦のものが、とっくにそのまま入ります。今回は、コンボ指導直後に1回キャッチされてしまったので、中途半端でした。ジグルービシャモンは、特定行動中にゲージを削り切ると、中空に飛び上がり、コンボを差し込めます。コ
今回も違う直後にキャッチされていたので前半しか入りませんでした。一部の行動中以外にゲージを削ると緩むだけで打ち上げることはできません。またこの打ち上げ関係はこの行動の開始から次の行動の開始まで続くようです。ごく普通に最終ゲージ確認ご体育なしに普通に削ります。結果はリザルト同期1分28秒、刀の条件からして30秒切れればまあいいでしょう。刀の数値が強力で最終ゲージ突入と同時に打ち上げつつそのまま撃破ということができれば短縮可能ですが、本編 RPA ではそのような条件を作るのは難しいのでダス参戦用技となりそうです。ストーリーの要約はまた次回に。ご視聴ありがとうございました。ラスボスの前座のパート4始まるよ。今回はシナノのセーブポイントから開始、海を越えて駿河の富士山へ向かっております。進行先に爆弾が置いてある場合、反応する前に食らったりするので、しっかりダメ剣を準備しておきましょう。さて、回避と差し掛かりました。ここからが、前回お話しした、雑魚退職艦です。テストラン、投資含め、幾度もこの区間を、水滝による、ガン逃げで抜けようとしていたのですが、水滝による塩化率低減が実感できないレベルでエンカウントしていました。ならば逃げるのは諦め、白菜鍋による効果力でゴリ押しつつその後の煙玉の質にを貯めた方がいい。このような結論に至り、チャートを改変してここで白菜鍋を1回だけ食べています。さて、尺があるので、ストーリーの要約。一騎打ちに勝利したキスケは、虎姫軍の救済に成功するが、チグルイビシャモンの最後っぺにより、大怪我を負ってしまう。ユズル派が、船のお宿、へ連れ込み、治療を行うが、これが功を奏して、キスケは目を覚ます。目を覚ましたキスケに、ユズル派は、次のような事実を告げる。クズユウムラマサは、稲荷明神と因縁の深い、犬神の魂を封印したものであり、稲荷明神の使いである自分も、江戸に向かわなければならない、と。虎姫とユズル派の思いを抱き、キスケは、江戸を包囲する大結界を破壊するため、その根源である、駿河の国、霊峰富士、を目指す。そうだよ、そうだよ。よし、こっちだ。ああ、これできたんだな。キジとエンカウント。こいつはグーグーさ。リカバリに成功しましたが、キジにダメージを与えた状態で放置すると、超スピードで画面を飛び回り、甚大なロスになります。こんなのに居合を使うのはもったいないですが、ロスするよりはマシなので、まずい、と思ったら、すかさずリカバリ策を繰り出すようにしています。ここからしばらく尺があるので、奥義について、お話ししたいと思います。奥義とは、丸ボタンを押し、刀の霊力を消費することで発動する、必殺技のようなものです。刀ごとに、どのような奥義が発動するか、は異なっており、基本的に発動中は無敵です。性能は、用途不明の記述から、汎用性の高いものまで、様々。旋風、や、烈風走破。は無敵時間が長く、燃費、攻撃性能も高いので、通常プレイでお世話になった方も多いのではないでしょうか。しかし
ながら、奥義の連打では、ダメージ効率が良くないので、この RTA では、ほとんど出番がありません。次回、ある奥義が大活躍してくれます。使用方法は、お楽しみに。奥義の解説も終わり、お買い物タイム。煙玉の他に、何か食材を少量買っていますが。必要ないんだよ。編集時に見ても、なんでこんなもん買ったのか、わかりません。ありがとう。ありがとう。白菜投げでごまかしていないので、火力不足が顕著になっています。駿河の祠にブックマークをしっかり設置。忘れると、7マクボス後、終わりに飛ばされてリセットです。現在のレベルが、17と 25% 程度。ここから、経験値の取得状況により、分岐が生じます。7マクボス前までに、レベル18と 20% 程度に満ちていれば、ボス戦前に天霧、村正を作成し、そうでない場合は、現在の長月、村正のまま、戦うことになります。天霧、村正で1分15秒、長月、村正で1分28秒程度かかるので、ボス戦自体は長引いてしまいます。ですが、そこに至るまでのエンカウント数などを考えれば、長月、村正で戦っても、ロスはないでしょう。今のは完全に事故です。プレイ中は、落下筒から爆弾をばらまかれ、そのせいで死んだ、と思っていたのですが、スロー再生すると、当たった2個の爆弾は、あらかじめまかれていたものでした。何十回もここを通って、このような事態が発生したことがなかったので、完全に油断しました。だいたい10秒程度のロスでしょうか。普段なら、美しくないのでリセットですが、ここまでのエンカウンがとても良く、記録は出せると判断し、継続しています。次回走行時はちゃんと回避しましょうね。事故で紹介が遅れましたが、現在富士山に到着し、登頂中です。事故の影響で、操作が乱雑になっているのが見て取れますね。ラスボスは1ミス即リセだから、心を落ち着けてくれよなー。タイミング的に、煙玉前に投げられそうだったので、気合を語り、無敵時間中に煙玉、で対処しています。空中で引火すると、キスケがキャッチして、抜刀した時点で操作可能になりますが、敵はもっと早く行動を開始しているので、なすすべもなくやられる、という可能性があります。したらいいね。あ、さあ。ここの主要エンカウントは、黒ガキ、白忍者、ゴーニ、雪女。ゴーニと雪女のみ対処します。黒ガキは、白忍者をも上回る、最悪のエンカウント。高い体力に加えて、刀の霊力を3割近く持っていく引っ掛けを、猛スピードで連打してきます。雪女、とエンカウント。霊力の指導が当たり、指導前に撃破できます。
ここはまず、手前の出っ張りに乗って、あとは上切りからの脱出機を突き出していけば、非常に簡単に登れます。事故もなんとか乗り越え、目的地に到着。今回は、長月、村正のままです。霊峰富士の主、友人の元へたどり着くが、友人は、江戸の者による結界の施設で、気が乱れ、正気を失っていた。このイカれる友人により、虎姫帝は、虎姫一人を残し全滅。その虎姫も意気消沈している。キスケは、事態を収めるため、鋼の友人を持つ、友人に戦いを挑む。7幕別、友人戦です。まともに相手にすると、非常に強力な友人ですが。ご覧の通り、完全にサイドバックになります。友人は、自分の目線より上を、自認できないようで、これより上の位置を保っていれば、完全に無抵抗になります。このゲームは、空中戦士は基本的に1回まで。なのですが、無限戦士というテクニックがあります。これは、対空中に、いつかつでも何か攻撃を当てると、空中戦士の回数が回復する、というものです。この無限戦士と、友人の不眠範囲を合わせることで、拒むことを知らない、ダメツボ野郎と化します。最終ゲージに突入。突入までに強制の絶好ですが、キャッチできないので難しいです。結果はリボルト表記1分28秒。最終ゲージの突入を強制できれば4秒程度は早くできるかも。天霧村正で来た場合、適当に殴ってるだけで1分15秒で倒せます。RCA ではハメる都合上、桃姫編含めても最弱のボスですが、ハメなしで戦うと、誘導性能の高い火炎弾、無敵時間の長い暗転攻撃など、ぐっそ強いです。トライ。さて、ボス戦明け。聖堂の鏡で、駿河の祠へ戻ってした準備。最終装備の天霧、村正を作成し、3番目に装備します。ここで、1番目に、ラスボスで使う長袖小鉄を、戦闘に装備しようとしてますが、ステータスの都合上、レベル19にならないと戦闘に装備できません。バカだね。関係あんのか。さて、ストーリーの要約。コボロミンの神技により、友人を沈めたキスケ。友人から、今や江戸の結界は消え失せ、侵入可能になった、と知らされる。犬神は現在、将軍綱吉と共に天界へ登り、たたり神として君臨しようとしている。この窮地に、今まで虎姫を奪かりだった、キスケから提案。キスケが江戸城で大暴れしておとりとなり、その隙に、虎姫は大将首を狙え、とのこと。両者討ち死に必死だが、キスケは、虎姫と並んで晒し首なら悪くない、と、さっそうと江戸城へ向かう。どういうた、今発動したのは、天霧、村正の不対効果、必殺の刃、です。必殺の刃、が発動すると、紫のエフェクトと、強力なヒットストップがかかり、雑魚を即死させます。一見便利そうな効果ですが、発動は不安定で、ヒットストップが、非常に強力なので、むしろ邪魔です。タコ忍者対処中に、必殺の刃が発動し、タコ忍者が不意に自爆して死亡。なんてことも。効果こそ邪魔ですが、RTA の条件では、これが最も攻撃力の高い刀なので、いやいや装備しています。
話は変わって、現在大詰め。江戸城に討ち入るため、伊豆と相模を経由し、武蔵野国へ向かっています。伊豆、相模、ともに、楽な演歌のに対処して、面倒なものは煙玉で逃げています。ステータス、タイムの都合上、レベル19でラスボス戦に臨むのが理想。今回は大丈夫そうですね。今回は、相模に差し掛かったところで終わり。ご視聴、ありがとうございました。たちが活躍する最終パート、始まるよ。今回は相模に入ったところからスタート。相模を越えて、武蔵野国、江戸城へ向かいます。友人を倒した後から、所持している資金と、煙玉の数の調整を行っています。武蔵野町人から煙玉を補充した際、煙玉の本数計5発、資金79文以下になるようにします。煙玉が1個80文なので、無駄がないようにしているわけです。ここで1個一口、現在7個、所持金347文。町人前で、5個になるよう調整します。ラスボス前に、ダッチと攻撃力キッズギバフについてお話ししたいと思います。ダッチは大滝とは別のもう一種のブスカテゴリー。俊敏な動作により小回りが利くのが特徴です。ケツなんかばっかりじゃねえよ。攻撃の後隙も少ないので大滝より事故率が低いのも特徴なのですが、ダッチは攻撃力が大滝よりも低く設定されているので、火力に関しては大滝に劣る場合が多いです。悲しいかな。ここで登場するのが攻撃力キッズギバフ。これは相刀の攻撃力を本当に装備した刀に入れ替えるというものです。ボス戦の鳥居をくぐると強制的に刀が戦闘のものに持ち替えられるわけですが、鳥居をくぐる前に戦闘以外の刀を選択していると、その選択していた刀の攻撃力がそのまま戦闘の刀の攻撃力になります。これを利用することで大太刀の攻撃力と同じ数値の太刀を作り出すことができます。うん、いいね。この状態の太刀は空中でのコンボ性能こそ大太刀に劣りますが、火力では引けを取りません。ボス戦限定かつ、刀を持ち帰ると失効してしまいますが、ボス次第では、絶大な効果を発揮します。最強これ、最強じゃん。この RTA では、黒猿戦、虎姫戦、竜神戦、そして、ラスボス戦で使用します。ラスボス戦では、天霧、村正の攻撃力を、太刀の長曽根虎徹に引っ継ぎ、戦います。太刀の大活躍。見とけ、見とけよ。最後の補充が終わり、江戸城に向かいます。江戸城には煙玉を6個以上持ち込みたいのですが、すごいね。江戸城のエンカウントは全力で殺しに行ってるので、まともに対処すると20秒30秒は普通にかかります。つまりリセット。ノーエンカで抜けるには6個以上は欠かせません。この街道上では節約したいのですが、超バズり。美味しい。最終マップ、江戸城へやってきました。天守閣で、虎姫が大将首を捕らえたところへ合流します。ここのエンカウントは、白忍者 ×6 や、タコ忍者プラス鉄砲部隊など、危険なものばかり。前述の通り、刀を折られないよう戦うと、30秒はバラなので、全力で無視。ただ、城郭内では、総 ×3 などの楽な演歌もあるので、煙玉が足りないなら、そこで対処。私は、ここで対処しなければならないようなら、それはリセットしています。タコ忍者プラス鉄砲部隊も、居合があるなら、今までのタコ忍者演歌と同様の手順で、片付けられます。この分岐で上に行くと、煙玉が2個手に入りますが、
煙玉の前でほぼ確実に引火するので一食一個相当寄り道してまで取る価値はないでしょう。ここは上切りで手前の忍者を切り上げて下切りで抜けます。必殺の刃発動によりリザルト画面発生。すっかり何が忍者お前手を抱くかお前は。以前この白忍者に出口前で手裏剣を当てられて刀が折れたので慎重に。現在煙玉の残量2個、奥で連続炎化するとリセットでしょう。サバ倒れるなよ、倒れるなよ。この階段を抜けた先で2炎化しなければ OK。 あーもうしっこ出たいぞ。やだやだ、連続やだ。助けて助けて助けて。やったぜ。ここはエンカウントしません。登り切ったらボス目前です。スカー先頭に滝の長骨虎鉄を装備、これにバブ勢天切り村正の攻撃力を乗せます。天使閣にて虎姫と合流するが、キスケの奮闘むなしく、虎姫は綱吉のクズ湯村正によって手打ちにされていた。死にました。虎姫は逃げろというか、キスケの怒りは収まるところを知らない。何？キスケは愛する虎姫の仇、犬神将軍綱吉に切りかかる。ラスボス戦の開幕、滝の種切りを浴びせてバウンさせます。ダウンジの武士召喚は地獄庫まで行くと、その後霊性戦後これをまず3セット入れます。3回目で馬よきがオーダーをまとって死ぬまなくなるので、レッパターンの開始。その後衝撃波には楽しみこそ1分キープラスした日に、全身攻撃が来たら本体の方向へ地獄戦を開始した敵に攻撃を同時に行います。オーラが切れると再びダウンが取れます。前傾の平成コンボで削りましょう。この辺りから体力調整開始。 BGM に変化が少なく判断が難しいので行動で収束します。綱吉がオーラをまとって今回はアップというのを目印にしています。ここは危険なので見送り。無事成功しました。ここで失敗すると15秒以上の罰が確定します。ここからはオーラをまとわないので跳ねるだけです。徳川様、逃げてはダメですよ。第2形態戦、こいつは4ページで倒さないと25秒はロスするので、0ページから調整を行います。勝ちでも勝ちでもタイムにあまり変化はないので、安定性を求め先のまま戦闘。ここで削り切らずに見送って、落雷の後に削り切り、これで4ページで使用。右側の移動に合わせ右端に移動、最初に攻撃の無敵時間を短縮し、投手撃破の補助。犬神が風を抜いていれば成功です。あー気持ちいい。必要なさそうですが、ガードで即死なので地獄庫まで回避しています。ここも体力調整、最初に攻撃の後削り切ることで4ページ撃破の準備ができます。
ステージの選択率って、ロックが残るようにアリーカなら成功。ここは2勝だと、絶対に残るのベルセット。ここも強制、失敗が嫌なので、ロックよりも多く削り切ります。無事に成功しました。起動される前に、居合かに一歩だけ抜いたぜ、ダメージを高めて終わり。ここでタイマーストップ。ボス戦、2分53秒、投資記録、1時間19分17秒。計測対象がここまでなので、RTA 本編の映像はここまでとなります。あとは、別撮りのエンディングをお送りします。本編のみ気になる方は、ここで終わりです。ご視聴、ありがとうございました。さて、エンディングなのですが、どの程度公開するか迷った結果。ムービーは、買ってお楽しみいただきたいので、今まで通り要約のみお伝えし、スタッフロールはそのまま流すことにしました。それでは、ご覧ください。綱吉を破り、犬神の野望を阻止したキスケに、阿弥陀如来の導きが訪れる。あらいらっしゃい。キスケは、自分の命と引き換えにでも、虎姫を蘇らせてくれ、と懇願するが、阿弥陀如来は、これを眺めようとする。虎姫のいない現世に、未練などない。懇願まかり通らぬキスケは、ついに自陣してしまう。これに困った阿弥陀如来。そこに、陸道輪廻を脱した虎姫が、陸道へ戻り、キスケにどこまでも添い遂げたい、とのこと。時は流れ、人間界へ再び生まれた、キスケと虎姫。前世の記憶はないが、稲荷明神、ゆずる派の計らいで、二人の縁結びを助ける。戦乱から離れた陽明は、幸せな靴をして終了。違うぞ違うじゃエンディングは、キスケ編だけでも3種あるので、実際どうなのかは、買って確かめてください。ようやくは以上です。続いて、この RTA の改善点について。ガバガバ3幕の行動を改善すれば、当然速くなりますし、7幕の爆弾事故もなくせば、いくらかは速くなります。しかしながら、円環や、ホーム下での両パターンを作る、というのは、腕ではどうにもならないので、試行回数をかけるしかないです。改善点はありますし、単純にやっていて楽しいので、今後もしぐるいキスケ編の投資は続けます。更新があれば、無編集版を投稿しますが、キスケ編単品、での編集版は、内容に大きな変化がない限り、ないでしょう。パート3で解説した、床抜けについてですが、調査の結果、かいつまんで言うと、ほとんど効果がないと思われます。バージョンを初期化すれば、床抜け自体は可能ですが、解説通りの用途には使えず、他の箇所での短縮効果は、あってごくわずかのようです。桃姫編であれば、1分程度の短縮が見込めるのですが、バージョン 1.00 だと、Wii 版と仕様が色々異なるようなので、私は、バージョン 1.07 のまま、続けることにしました。改善点はこの程度に、次回企画について、今までの発言から、大体わかってるんだろうけど、しぐるい桃姫編をやります。やりますやります。ただ、現実の事情や、後々のことを考え、バージョンを統一する必要があるので、床抜けはなし、になります。ボスパターン、チャートの構築は8割方終わっていて、あとはブラッシュアップと録画、というような状況です。そんなに間を空けずに投稿できると思うので、よろしければ、また次回もご視聴ください。あまりにも書くことがなかったので、次次回以降の企画のアンケートでも、プレイの方はお察しの通り、そのうち、しぐるい、おぼろ村正作成 RTA をやろうと思っています。これは、キスケ編と桃姫編をクリアした後に、最後の刀、おぼろ村正を含む、このゲーム中のすべての刀を作る RTA です。先駆者がおらず、自分でレグレーションを制定できるようなので、どのようにするか、迷っており、単純にすべての刀を作るだけか、刀を作った上で、マックス、ジャッキ、ヤコーをクリアするか、
マックス全クリアまでやるか。このうち、2番目でやろうかな、と思っているのですが、こうしたら面白そう、という案があれば、お伝えください。ついでに、このゲームのマーケティング。おぼろ村正は、PS ビータか、Wii、Wii U を持っていれば、プレイできます。超豪華 DLC が、4編分も遊べるので、基本的には PS ビータ版がおすすめですが、Wii 版でも、キスケ編と桃姫編は遊べるので、機材が用意できない場合は、そちらもおすすめです。今年の8月から、任天堂ショップでの、DL 版の販売も開始されているようです。RPA だと、いろいろな仕様を把握しなければなりませんが、通常プレイなら、適当に、敵を殴るだけでも面白いです。背景美術を眺めるもよし、BGM を楽しむもよし、一本で何でもできます。おー。ええやん。よしゃくサポーターになってエッチしよう。また、おぼろ村正を開発したバニラウェアの新作、オービンスピア、セーブスラシルが、来年1月14日より発売されます。おぼろ村正が気に入った方は、こちらもいかがでしょうか。最後に、ご挨拶でも。初投稿にもかかわらず、多数の再生、ありがとうございました。コメントは一件一件、すべて読んでいます。また、動画の作成にあたり、ビーム兄貴や、リスペクター兄貴方の動画を参考にさせていただきました。このようなどではありますが、お礼申し上げます。ありがとうございました。さて、そろそろお別れのようです。また次回企画でお会いしましょう。長時間に及ぶご視聴、ありがとうございました。ビータ版を使用しており、ソフトウェアバージョンが 1.07 なため、床抜けができなくなっています。楽しいな。計測区間は、視点か、キャラ選択時、終点か、不動明王撃破のリザルト画面、となっております。また、チャートの作成にあたり、先駆者様の公開されている動画を、参考にさせていただきました。この場を借りて、お礼申し上げます。さて、話が長くなりましたが、RTA 本編の映像に切り替えたいと思います。それでは、ご覧ください。重要事項は、必要に応じて解説を入れますが、キスケ編での記述事項は、簡潔な解説に留めます。あらかじめ、ご了承ください。そうですね。出そうと思うか。はい、用意スタート。開幕と同時に、キー設定を変更。十字キーをメインに使います。2番目の太刀にカーソルを合わせ。今じゃ、今じゃ、行く。忍者は、一方集団に、完全を入れつつ、居合からの玉切りで撃破。反対の集団も、適当に殴れば処理完了。居合ありなら、9秒以下で済ませたいところです。さて、キスケ編では、ほとんどを太刀で進行していましたが、桃姫編では、太刀が主役になります。理由は後ほど詳しく説明しますが、簡潔に言うと、桃姫のお太刀は弱い、と言っていました。条件にもよりますが、居合なしなら、12秒までが普通。それ以上はロスと考えています。ここで、太刀のモーションについて、ちょっと解説。太刀の水平攻撃は、4回まで連続で出せます。大太刀が3連続までなので、1回多いです。ここのモーションも素早いのですが、4回目の攻撃は、癖が強く、連打時のダメージ効率が良くないので、あまり使いません。代わりに、地3連の直後に下切りを入れることで、地上では、大太刀に劣らぬダメージ効率を出せます。では、自由は使えないのか、と申しますと。ご覧のように、小型のどこを確実に打ち上げ、処理を楽にしてくれるので、状況に応じて使用します。すごく嫌な仕様だよ。ここで、侍と覚醒炎か。侍の姿が見えたら、温存した居合を放ち。回り込むからの下切り込んで撃破。
居合なしが途中秒程度かかるので、温存して放つと安定します。やっぱ中野くんの余裕最高やな。これを録画する前の最高記録が1時間17分11秒16分台を目指しているので、極力無駄は省きたいところです。実況からは、エンジェルため切りで、広範囲を攻撃。ため切りは巻き込み性能が高く、広範囲の敵を、一箇所にまとめるのに有用。太刀のため切りは、大太刀のそれよりも、攻撃前の無防備な時間も短いので、積極的に使用しています。乗ってんなお。目的地に到着しました。無名刀、さざ波にカーソルを合わせ、攻撃力ヒッツギバフを使用します。イベントにつき、ストーリーの要約。見覚えのない墓場で目を覚ました。主人公の桃姫、その傍らには謎の僧侶たちが。話によると、桃姫はおぼろ竜の剣豪イズナジンクロウに取り憑かれていたが、この僧らがジンクロウの魂の分離に抵抗したとのこと。ん？頭がはみ出ちゃってる。そうこうしているうちに、桃姫の体を奪い返したジンクロウ。しかし彼に恨みを持つ僧侶のなれの果て、青坊主が現れ、戦いが始まる。樹木雑、青坊主戦。一手戦の黒猿同様、強さが鈍し、戦いやすい相手です。絶対プラスした君を、しかしに込めて適当に。ボディープレスは、接近面のみに攻撃完成。対空に合わせて殴ると安全です。青坊主がたまにまく金剛書を反射すると、大ダメージとともにひるむため、一気に削ることができます。巻く前に独特のまとのり動作があるので、自らキャンセルため切りで簡単に反射できます。もっとも、HP ゲージの使用上、最終ゲージ以外での反射は、見てプレイにしかなりませんか。さて、その HP ゲージですが、ゲーム内で一定時間経過するのでは、絶対に最後の1本にはなりません。従って、ここから調整開始。現在ゲージを削り切らず、タイミングを見計らいます。よかったよ。じゃあ、死のうか。実際すると、黄色ゲージを1本余分に削らねばならず、10秒以上のロス。即刻リセットです。ご確定の結果。結果は、リザルト同時1分16秒。最終ゲージで混合者を投げてくれれば、数秒早くなりますが、非常に稀です。またまたようやく。桃姫の体を乗っ取ったジンクロウが、青坊主と戦っている間、先ほどの僧侶、ランカイが、桃姫の魂を連れ去ってしまった。あ、先輩、これ、タマトが涙しましたよ。結構好きですね。肉体の本来の持ち主の魂に何かあれば、この肉体も共に朽ち、引いてはジンクロウの魂も消えてしまう。事態を重く見たジンクロウ、イン桃姫は、桃姫の魂を奪還するため、縁故ある化け狐の金菊の助力を得つつ、ランカイを追って江戸へ向かう。そんなところで序幕が終了。プレイヤーが操作しているのは、桃姫の体を借りたジンクロウということになります。もう分かんねえな。下道を戻る間、少し時間があるので、大太刀を使わない理由についてお話しします。前回投稿したキスケ編の RTA では、火力、攻撃範囲、武器ツリーの都合でほとんど大太刀を使用していました。しかし今回の桃姫編では、太刀がメインとなっています。それはなぜかと言いますと、桃姫の大太刀はキスケのそれと比べて性能が悪く、太刀で代用した方が良い場面がほとんどだからです。
キスケと桃姫では、王たちを使用した時のモーションに、それなりの差があります。このモーションの際は、性能的には次のような形になって現れます。1、攻撃範囲が狭い。2、ヒット回数が少ない。3、次の行動の入力受付時間が短い。嘘だろお前。攻撃範囲は、とりわけ情報、後方への範囲が狭くなっていて、雑魚戦での使い勝手に影響し、ヒット回数と受付時間が短いことで、空中での連撃性能が大幅に下がります。キスケなら空1、2ワンセットで8ヒットするところ、桃姫だと大体6ヒットであり、連打性能の低さも相まって、王たちの対空性能が削がれています。一応、武器に設定された攻撃力が高いため、良い立ちがない機関で、雑魚処理に使用しますが、王たちの攻撃力を、バグで立ちに移し替えられるボス戦では、全く出番がありません。残念ね。桃姫の王たちが弱いなら、それに応じてキスケの立ちも弱いのでは、と、思いの方もいるかもしれませんが、立ちについては、桃姫、キスケ、どちらも全く同じ性能になっています。なんでごめんなさい。鏡のほこらにブックマークを設置。4幕まで、ここを拠点にすると効率的です。何かと不憫な桃姫の王たちですが、私は、王たち一辺倒にならず、たちを使う機会が得られるので、これはこれで楽しいと思っています。緩和9台、お買い物タイム。白菜を9個と、白菜鍋のレシピ本を購入。白菜がありますね。出発前の下準備。白菜鍋を食べて、火力を増強してから。これで、酒があればな。王たちの、ボタン、村正を作成。対効果の攻撃強化が優秀なので、最後まで装備します。1枠目に長谷部国重、3枠目にボタン、村正をセット。下準備も終わったので、段階のいる江戸へ。行くぞ！もう残念な。行くぞ！とエンカウント。無敵時間が長く、非常に面倒なので、煙玉で逃げ。ここで再びお買い物タイム。煙玉を2個、製造の鏡を3個購入。煙玉を多めに確保しています。その理由は、これから向かう新吉原は、段差のある市街地マップ。構造上、雑魚をまとめにくく、ロスにつながりがちです。そのため、煙玉で対処する煙火を厳選します。原則は、居合がなければ即逃げ。あとは内容により、対処するかどうかを判断します。からかさ、こうには居合で一撃なので、一番楽。その他は極力逃げたいところ。亡霊とカッパは、マグニャ行って、もちろん。さて、その新吉原に着きました。雑魚を退けつつ、段階を探します。前述の通り、ここではとにかく、楽な煙火を引くことを祈ります。楽な煙火は、どれほど楽なのか、右上をご覧ください。白菜鍋プラス、ボタン、村正の攻撃強化、で、居合で一撃にできるよう、調整してあります。忍者ですが、煙玉温存のため対処。試合剣するため切りで、勝負弾に同時攻撃。相手のゴン焼けにため切り置き。あとは流れで、適当に。からかさ、ゴンよりは時間がかかりますが、これくらいなら、誤差だよ誤差。平地での煙火は、発砲台なら楽なので対処。
僧侶は平地なら居合なしでも対処できるのが魅力。でも市街地で出るのは NG。 あのさ、ちょっと迷ったものの居合が溜まっていたので転倒。ため切りで2段にまたがり攻撃できるので結構どうにでもなりますが、気合がなく敵が蹴ってしまうと20秒近く持っていかれることもあるので、それなりに厄介です。あれはなんだ、消耗物件として押収するからな。天下はカラカサですが、居合がないので、煙玉で逃げます。目的地に到着しました。ボタン、村正にカーソルを合わせて、攻撃力引き継ぎバグを使用。戦闘以外の刀、A にカーソルを合わせて、ボスの鳥居をくぐることで、戦闘の刀の数値が、刀、A のものになります。ボス前の、ようやくタイム。ランカイを追って移動行く、ジンクロー一行は、奇妙な噂を耳にする。なんでも、新吉原では、夜な夜な女の霊魂をさらっていく妖怪がいる、とのこと。ランカイを発見したジンクローが問いただすと、彼は、桃姫の魂を、普段の妖怪に渡してしまったらしい。ジンクロー一行は、この妖怪は入道、と開口。桃姫奪還のため、切りかかる。ニマスボス、は入道編。開幕後に最後に回るという、振り向くのを待ちます。振り向く瞬間に最後に回ると、火の池の景色が確定。池を壊しながら、体力調整開始。桃姫戦のボスは、ほとんど4ゲージで倒すので、1ゲージ目から調整必須です。少し待ってから削り切り、空中攻防。この際、8回までの効果が、切れているのが理想です。桃姫さん、これ大丈夫だよ。なんとか言えよ、先輩。起き上がったら、2ゲージ目を削り切る前で寸止め。火の池でも壊していましょう。BGM が転調したあたりで削り切り、オレンジのストップが4割以下なら、調整成功です。空中では、13度目で殴り続けると、効率よく削れます。3ゲージ目ギリギリで止め、また調整。来週ゲージ突入タイムまで待ちます。カウン待ちに対し、ダメ切り連打で反射しつつ、来週ゲージ突入。今回は大丈夫でしたが、ダメ切りの振り下ろし部分が当たらないところで火炎を巻かれると5秒ほどロスになります。移動される直前に撃破。結果は、リザルト放置1分22秒。最終ゲージ突入後に、は入道が設置していると、下切りコンボが入るので、少しだけ早くなります。まあ誤差だよ誤差。あ、そうだな。そうだよ。それもあれだな。そうかもしれん。誰にもわからないのだ。あれだな。そのまま舐めろ。もう、おことついてくる。ストーリーの要約は、また次回に。ここまでのご視聴、ありがとうございました。鍋物が美味しいパート2、ハージもあるよ。聖堂の鏡で、相模の祠に戻ったらした準備。これで、白菜鍋を食べて、火炎、村正、ひばり、村正を作成。火炎、を、1枠目に装備します。この、火炎、村正は、奥義。機体効果が非常に優秀なので、最後まで1枠目に装備します。機体効果の筋取得上昇は、煙玉のための筋作に、素早く買ってくれます。しかし、この刀の進化は、その奥義にこそあります。火炎、村正の奥義は、遠泳来航。
敵の目前に分身を召喚し、切りつけて攻撃します。通常攻撃3回分のダメージの分身攻撃を短時間で連打できるので、瞬間的なダメージ効率は最高峰です。刀の霊力を消費する都合、そうやすやすと使うことはできませんが、遠距離攻撃をしたいとき、霊力を削ってでも大ダメージを与えたいときに重宝します。また、画面外にいる敵に対しても、問答無用で追撃ができます。移動の手間が省けて一石二鳥。そんな具合で非常に優秀なので、今後のボスはほとんど、他の刀の数値を火炎、村正に移して戦います。いい素材や、これは。伊豆に差し掛かったところで、ストーリーの要約。無事桃姫の魂を取り戻したジンクロウは、欄海を切り捨てんとするが、彼が柳生雪の城と繋がっていると知って、刀をとどめる。誰だよ。もともとジンクロウは、雪の城の体を奪うために、おぼろ竜、玉移しの術を使用したのだが、雪の城の言い名付けの、桃姫に拒まれてしまい。結果、桃姫の体のみ残し、玉移しに必要な黒い角たちを行ってきました。この雪の城なら、黒い角たちのありかを知っているかもしれない。ジンクロウは欄海を泳がせ、雪の城へのお足掛かりとする。そんなわけで、欄海と雪の城のいる、駿河の国へ向かっています。時間があるので、イズナジンクロウについて、補足説明。イズナジンクロウは、おぼろ竜の剣豪。剣術の腕はすさまじいが、性格は、粗暴かつ利己的。妖刀を操るおぼろ竜の奥義所腰さに、し、おぼろや天獣と、その弟子を、すべて抹殺。実質、唯一の、おぼろ竜継承者として、各地の怪異を切り伏せていたが、とある事情により、肉体の指揮が迫る。そこで、玉移しの術で、新たな依代となる肉体を探したところ、屈強かつ地位の高い、柳生雪の城が候補に上がる。ジンクロウは実行に移すが、桃姫の干渉で失敗。現在に至ります。全部の面を回収。ステータスを上げ、本当に刀を持ち帰られるようにします。見せてやるよ。見ろよ、見ろよ。嬉しいんだな。向こうなどと考えるな。そうだよ。雪の城を頼って逃げ延びた先、たった峠に着きました。雪の城まで、あと少しです。割れちゃった。私の気持ち。なんでこいつは、気合を温存しているんですかね。そこでタヌキには袋をねえだろうがーん。ロスというほどではないものの、最適解ではない。マイナス野獣戦。サムライとエンカウント。結果的に気合を温存して正解だったようです。気合なしでのサムライ対処は逃げるほどではないですが、たまに手間取るのであまり好みません。あれだ。画面一方の侍を固めつつ、対面の侍の接近を待ち、接近したところに、キャンセルタヌキまで、刀を破壊、ゴリ押します。ご覧のように、うまくいけば10秒程度なのですが、タネ切りを当てる瞬間に、侍が逃げてしまうことがあり、そうなるとグダグダになります。
うわ怖えな人のうんこは。やったぜ。そんなこんなで目的地に到着。全部の面を装備し、2枠面に縛り、村正をセット。ひっつぎバグを使用します。段階に、桃姫は死後アップと化したと吹っ込まれた雪の像。平然とストーキル現桃姫の様に地面を発進し帰る。自ら成仏した点と刀を構える雪の像。ジンクローはバックの指南やったり新影優との交戦にやぶさか出ない様子。おぼろ優と新影優天下無双の名をかけた一騎打ちが幕を開ける。三幕ボス雪の条件開幕タネ切り後逃走先にタネ切りで刀を売ります。刀を売ったら下地に戦後再セットすると金振りが来るのでこれをダメージ転せる。まずはこの流れを3セット3セット入れると刀の持ち替えが近いのでタネ切りで浮かせ空中コンボに移行します。半分くらい削ったら落として体力調整開始。ダメ切りを1発当てておき即座に割る準備。開幕時に白菜鍋の効果が残っている場合は冒頭で少し体力を挟みます。刀を打ったら先ほどと全く同じ手順で攻撃。何ゲージも僕は負荷のところまで削ります。ここも浮かせは減る。空中コンボを入れてしまうとパターンが崩れます。かなり切り上げの高速にはタネ切りが確定で入ります。タネ入れちゃった。しかないのかよ。もう全部入っちゃったよ。最終ゲージ突入タイムと同時に刀を破壊。下切りコンボ3セットの後すぐにタネ切りで浮かせ赤オーラ付きだと刀を持ち替えるのが早くなっています。浮かせに小さい連打。これで刀を持ち替えられずに撃破できます。結果はリザルトローキー1分23秒。最終ゲージ突入を切り詰めれば19秒までは出ます。雪の城にとどめを刺そうとするジンクローを桃姫が必死に制止。ゴン負けしたジンクロー、体を受け取った桃姫は雪の城の看病に当たる。雪の城曰く九段の黒蜜の滝は美濃鳴神藩にあるらしい。早速美濃を目指すが東海道中山道は乱海の結界ソーラで溢れている。これらに辟易していたジンクローは甲州街道へ迂回し、ひとまず飛騨を目指す。そして4幕開始。まずは青銅の鏡で相模へ戻り、武蔵経由で回避。そして恒例の下準備。白菜鍋を食べて、レベルが8になっているので、2枠目をカシャギリヒロミツに変更。繰り返しになりますが、1枠目と3枠目は、それぞれ開演、ボタンで固定。以降の道中雑魚戦では、2枠目の刀1本で戦うことになります。2枠目には、引き継ぎバグを使う都合、基本的には攻撃力が最も高い武器を装備しますが、道中の雑魚との相性次第では、攻撃力が劣っていても、大太刀でなく、太刀を装備する箇所もあります。全部とエンカウント、一方集団に同時攻撃し、反対集団を乗せて、残った連中に、空3度目連打。運が悪いと、航空に逃げられてグッダグダになります。白菜鍋がなければ、よくよくスルーしたい。ここで少し、お買い物タイム。煙玉を3個購入。面倒な演歌から逃げられるようにします。120問ほど残しているのはこの後に水炊きの材料を買うためです。
さて、開始と差し掛かりました。開始は、水だから直行するルートもあるのですが、そのルートだと、日の城線前に遠回りして、駿河の祠による必要があり、無駄に煙火がかさむ割に早くないので、相模、武蔵を経由しています。街道中は、亡霊以外は楽な煙火が多いので、全対処します。キャンセル魂を出すときは、下切りでなく、ローション発動後、適度にキャンセルできるジオンを使用しています。下切り、ジオンの特性は、右枠の通り、この特性に従い、ジ3の後に何を出すか決めています。ジオンから下切り編の派生もできますが、キスケ編、綱吉編パターンのような、特殊事情がない限り、使いません。この後、忍者八大隊の固定演歌があるので、ここでの居合温存は、意図的にやっています。崖下に用事があるので、降ります。ここは、覚醒で忍者八大隊が出ます。数こそ多かれて、6体の時と変わりません。そんなにやばい。水炊きのレシピ本を回収。鶏肉を購入したら、すぐに使用します。居合がない状態でのケミ玉は、居合分の魂を回収した後、残存勢力をしっかり画面内に捉えてから居合を放つと安定します。階を抜けて信濃に到着。飛騨を目指し、ここも通過します。2回も男字を出した。煙玉が落ちているので、しっかり回収。崖下にある、聖堂の鏡も回収。桃姫編は資金繰りが大変なので、有用なものは全て拾います。そのためのあとそのためのここでちょっと寄り道。運気を極進し、商人の元へ行きます。そして目的の、お買い物タイム。白菜と鶏肉を補充。水炊きによる、ガン入れを準備します。ここで商人に立ち寄ると、極進する場合より、30秒余計にかかってしまいますが、ここを飛ばしても、鶏肉補充のため、後々25秒ほどの遠回りが必要になる。2、ここで水炊きを使用すれば、30秒近く、もしくはそれ以上の見返りが期待できる。この2つの理由により、遠回り室でも商人に立ち寄っています。実際に、先の商人を飛ばすルートも試してみましたが、1分近く遅くなりました。さて、この水炊きですが、道中の煙火率を一定時間下げてくれます。1煙火込み込み12秒として、3煙火削れれば元が取れます。解説もほどほどに、飛騨に到着。白菜を回収します。雪女とエンカウント。こちらに対して白菜を2本消してきますが、手早く処理すれば起動前に撃破できます。祠にしっかりとブックマークを設置。白菜を狙います。
あら、雪降ってるじゃない。寒いと思ったわ。現在レベル9と 80% 程度、次のボスにレベル9での到着を想定しているので、あとは全逃げします。もう開いてんじゃん。こっち開いてんぞ。ヒダはノリクラ岳に到着、ミノを目指しここを通過していきます。前述の通り、レベルの都合上、ここはガン逃げ。演歌の内容としては、比較的楽なものが多いですが、非常に危険な黒ガキも出現するので、要注意。現在、煙玉の残量3個。多い時は、ボス前で5個から7個あるので、非常に心もとないところ。なんとか目的地に到着。ムツキ、村正、さらに、村正を作成して、木の枠面にムツキ、村正をセット、引き継ぎバグの元でとします。いつもの、ストーリー要約。ノリクラ岳に迂回したジンクロウ一行は、夜間、人を喰らう化け物が出るという山道に差し掛かる。お前それたら喋ってあげるよ。この化け物よけの札を売る山伏がいたが、あいにく札を切らして下山するところであった。札なくしてジンクロウ一行を九段の化け物一本だたらが感知。ジンクロウはこれを退けんとする。4幕ボス一本だたら戦、開幕前衛来航で要する。いきなり飛びかかると弾に蹴り殺されます。振り付けは足が蹴り上がった時点で外側にガッツリで回避。足が画面外に行くと右端から3連振り付け、接種の瞬間を見計らい、タヌキをうまく当てることで6マス削れます。第2形態、上半身戦、赤い輪を反射して拳を振り付けて攻撃します。待機中の拳に対して、重要な上切りなど、一部の攻撃を当てると、こんな試合を出してきます。この組み試合は、一撃で刀を折るので、当たると即死。発生させないように、慎重に攻撃しましょう。いくつかありますが、ワの反射と切り付けにより、足形態より、効率的に戦えます。第3形態、イノシシ。サイドバックなので、いたぶってやりましょう。例の時間調整を行いつつ、タヌキに出飛ばして、形態変化を誘発。同時にゲージを寸止めして、足に前衛来航を2発。これで、面倒な足形態に回目をスキップ。最終ゲージを安定する上半身形態で過ごすことができます。足形態2回目は、赤い輪と嫌いが飛び交う弾幕状態なので、人力ならこちらが安定します。そんなこんなで撃破。結果は、リザルトローキ1分32秒。タクさんは、最終ゲージを足2回目で過ごすことで、変身モーション1回分カットし、1分24秒です。しかし、人力だと、足辺のは反射成功率など、運要素が大きく絡み、まるで安定しないので、私は安定する、上半身チャートを採用しました。聖堂の鏡で、ヒダの祠に戻ったところで、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。大立ちも出てくるパート3、始まるよ。現在は、ヒダの祠に戻ってきたところ、レベルが11なので、2枠目を、さらに、村正に変更。この区間での選択肢は、攻撃33の立ち、カシャギリヒロミツ、か、攻撃49の大立ち、さらに、村正。
そちらもありだと思いますが、次のボス戦で、さらに、に持ち替えねばならないので、持ち替えの手間も考慮し、さらに、を選択しました。ラストピコッテンよ。ああ、しょうがないな。今の居合は温存したかった。マイナス364点。さて、ストーリーの要約。一本だたらにとどめを刺そうとしたジンクロウを、またもや桃姫が制し、ジンクロウは、仕方なく情けをかける。その礼に、と案内された人を見て、つかの間の休息を得たジンクロウ一行は、再びなる神城を目指す。目的は、たちの行方を知るであろう、桃姫の父の元部下にして、現代館の近見。まずいな。全部がいかに厄介か、お分かりいただけましたか？この区間では、煙玉を極力温存しないと、後で積みかねないので、逃げることはできませんでした。ミノの祠にブックマークを設置し、水炊きが切れているので、白菜鍋を食べます。これで、あーうめえわ。商人がいますが、今はスルー。ボスを撃破し、資金が入ったら立ち寄ります。この区間で白菜鍋を食べる意図について、ちょっとお話。最初は、この区間においても白菜鍋でなく、水炊きでガン逃げしようと思っていたのですが、次のダンジョンである、鳴神城の演歌内容と、王たちの相性が芳しくなく、時に20秒以上かかってしまうので、白菜鍋によるゴリ押しで、安定化させています。煙玉が潤沢であるか、演歌運に自信があるならば、水炊きを選択した方が良いかと思われます。砥石が選択できたことを思い出して代理を取って使用しています。何なの根性がしたな。ラチョコ、ふん、雑魚か。問題の鳴神城へ到着。最王にいる、大官の光を目指します。ここのエンカウントは、タコ忍者や白忍者など、桃姫の王たちでは、あまり相手にしたくない敵ばかり。とりわけ白忍者や亡霊武者は、白菜鍋がないと時間がかかり、水炊きによる塩化削減率が悪いと、白菜鍋を食べた場合よりも、時間がかかります。もちろん、塩化の内容、回数ともに恵まれれば、水炊きの方が早いかと思われます。が、私は安定を取りました。最低クラスの塩化、現状白忍者戦。ある程度削っておいてもいいのですが、殴りすぎて倒しています。タコ忍者の対処の応用が効くのですが、現状の白忍者は体力が高く、非常に面倒な演歌内容です。亡霊武者は、白菜鍋があれば比較的楽な相手。片方に地上連携を入れてしまって、もう一方に、金剛寺からの地三連打。2体目を仕留め損なったら、奥義、天月光、で、素早く処理。やっぱ、中野くんの、余裕を見せたい。またもや亡霊武者、内容自体は悪くないです。あのさ、今まで書かなかったコメント、もう、東方動画やそのマップ関係に、ガスなって。このまま行けば死んじゃうかもしれない。
ここまでの演歌回数は3回と少なめ。このまま進めば決して悪くないです。世の中そんなに甘くはない。幸い気合を温存していたのでそこまで苦労はしません。チーム真剣はすっかり回復し、3キャンセル試しでフィニッシュ。特別良くも悪くもなく目的地に到着。下準備はせずに突撃します。ストーリーの要約。乱海の策により逆賊とみなされたジンクロウ一行は英姿を退けつつ光のもとへたどり着く。密談の現場を目撃され、一通る光を前にジンクロウは彼が悪霊に取り憑かれ、それからカゴを受けていることを見破る。ジンクロウはこの悪霊を縫えおびき出し、事態収束のため撤退する。ゴマクボス縫え編。まずは正義団を反射しつつ接近。接近したら体力調整を行いながら鉄塔に潜ります。この際クリオンなど機関士を含む攻撃を当てすぎると形態変化を誘発するので、当てすぎないように。削り切ると形態変化丸まっている時は無敵ですが、丸まりが解除された瞬間に種切りを当てると空落ダウンして攻撃チャンスになります。2ゲージ目を寸止めして体力調整、時間経過を待ちつつ遊んでいましょう。すみません、入力したんですけどまだ時間かかりそうですかね。BGM が転送したあたりで削り切り、4ゲージ撃破の準備完了。空落からの復帰後は確定で爪形態になりますが、赤オラックの爪形態は猛スピードで飛び回りながら引っかいてきて非常に危険です。したがって復帰直後からキャンセル種切りを連打して丸々形態に戻ってもらいます。戻ったら最終ゲージ突入タイムを見計らいつつ溜め切りで削り切りつつ撤収。最終ゲージからは撤収からの復帰時に爪形態に戻らず丸々形態を維持します。なので復帰時に溜め切りに入れて撤収ループに持ち込めます。解説が間に合わない中撤破、結果はリボルト放置1分25秒。最終ゲージの突入タイミングと、ヌエの期限次第では20秒を切りますが、運要素なので、自力ではどうにもなりません。ストーリーの要約。悪霊のカゴを失ったヒカミに、ジンクロウは黒蜜の太刀のありかを尋ねる。他の証言と合わせると、地獄の使者たちが保管していた蔵ごと持って行ってしまった、とのこと。ジンクロウは、ゴンギクに案内をさせつつ、太刀回収のため、京都陸道が辻より、地獄へ降りる。ということで、6幕開始。まずは美濃の祠へ飛びつつ、お買い物タイム。ここでは煙卵こと聖堂の鏡を1枚購入。普段は鏡2枚ですが、今回は毛目玉が1枚落としたので1枚のみ購入。資金が451文だったのでこれは非常に助かります。2枠目を出雲の神長則に変更したら準備完了。近江を経由し山城を目指します。この区間では攻撃53の太刀、花月、村正も候補に入るのですが、作ったところで、どうせ次のボス戦で、出雲の神長則に持ち替えねばならず。さて、持ち替えの手間を考慮すると、わざわざ作るほどでもないと思い、大太刀を選択しています。さて、この先、あまりにも見どころがなかったので、倍速にします。倍速中の内容としては、近江、山城道中にて、エンカウント分け目玉の1回のみ、非常に運が良い。け目玉が聖堂の鏡を落とすが、すでに必要数確保しているので、意味なし。山城の祠にブックマークを設置後、2回黒忍者と演歌、どちらもロスなく対処。というような状況です。等速で見たい方は、無編集版をご覧ください。すいません、許してください。何でもしますから。すいませんじゃねえよ。
あ、さっさと脱げや。地獄を目前にして、倍速終わり。個室から、修羅の面を回収します。低いレベルで、より強力な刀に持ち替えられるので、この手の装飾品は必須です。ナッシュ・ミス・クラドリー。地獄に到着しました。黒蜜の滝を持ち去った極卒の元手を赴きます。高2とエンカウント。地獄で対処できるのはこの高2だけ。煙玉節約のため、よほどのことがない限り戦います。この地獄では赤鬼、青鬼、その強化版のゴズ、メズが登場します。こいつらは体力が非常に多く、煙玉必須。対処せねばならないなら、リセットになります。どれほど時間がかかるのか、実際にご覧いただきましょう。撮影のため、花月、村正を1枠目にセットし、白菜鍋を使用しています。開幕、出雲の神長のりの上に、木の輪、で、メズを左に突き飛ばす。ゴズも同時に、今度は右端に飛ばします。画面先に落ち着く、動きが完全に重なるので隙間は。重なったら、果実、村正に持ち替え、右に回避連打。起き上がり直後に、試しに当てて浮かせ、空間連打を入れます。水がダウンしたら、ゴズもすぐに落ちます。ここまで条件を揃えて、結果32秒。ガン逃げ中の本戦は、現在、煙玉の消費量3個で、残量5個、好調です。ひどい時は、地獄の身で7個消費します。リセット不可避。俺もね、逃げる。煙玉消費数、計4個で目的地に到着。今回も下準備は不要です。ストーリーの要約。地獄を行く桃姫は、その凄惨な光景に怯え、勢い余って自身の体に潜り込む。怖い、怖いわ、幸せすぎて怖いわ。その際に押し出されたジンクロウの魂が、大海に見つかってしまい、これに飲み込まれてしまった。自身の不甲斐なさを嘆く桃姫だったが、ジンクロウ救出のため、覚悟を決める。桃姫は策を練り、大海の体内へ侵入。ジンクロウと合流し、脱出を図る。毒幕ボス、大海戦。まずは1ゲージ目を寸止めし、時間調整。胃の中は毒沼がありますが、血狂いだとダメージを受けません。とても安全です。ゲージを削り切ると、大概に出されます。オレンジの攻撃は非常に邪魔なので、安全のため始末室から、大海の攻撃上り、滑落しないように気をつけつつ、一振りコント連打。大体5セットとセットでダウンします。ダウンにも連撃を入れつつ、ダウンからの串生地に掴まれ、胃の中へ戻ります。1回目同様、余裕を持って時間調整を行い、削ります。2回目の対外戦は、1回目と全く同じです。かつ、無形性の大鬼ですが、発見されてしまうと、死にもなくなって大暴れします。発見された場合、ウイルスに隠れることでおとなしくなりますが、10秒近くのロスが発生します。したがって、発見されないようなパターンを構築し、倒す必要があります。最終ゲージ突入。ここからは、胃の中に乱れず、大概何も展開。最終ゲージ何の6時パターン。下金戦場5回だけ。ダウンしたら、下金単発のみで削り、
これでダウン時間を引き伸ばせます。だいたい10発で瀕死になるので、その後天命雷鳥連打で撃破。これで発覚されることなく撃破できます。結果はリザルトローキー1分30秒。ゲージ削りを切り詰め、高2の処理を飛ばせば24秒まで確認していますが、安定しないので却下。また最終ゲージ追いの中で過ごすというテクニックも開発しましたが、成功率の割に速くないので不採用。尺の都合により、ようやくはまた次回に。聖堂の鏡を用いて山城の祠へ戻ったところで、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。特殊性癖に応えるパート4、始まるよ。まずは下準備。山吹、村正と朝桜、村正を作成。修羅の念を装備しつつ、2枠目を山吹、村正にしたら準備完了。さてさて、ストーリーの要約。大鬼を撃退したシンクロは、九段の太刀の在りかを探るが、小鬼たちの話によると、蔵の中には太刀など存在しなかった、とのこと。何が入ってないやん。どうしてくれんのこれ。玉打ちの術に必要な道具を失い、途方に暮れるジンクロウ。しかし、ここで妙案を思いつく。天界へ登り、その神器を浴びて天魔とならば、不老不死となり、もはや玉打ちなど不要である。不要だ。ジンクロウは金菊に案内させ、伊勢より天界、高間ヶ原へ向かう。かような一発により、伊賀経由で伊勢へ向かっております。崖下に落ちている内曇りと石を回収。非常に重要なアイテムです。内曇りと石は使用することで、10秒間、スタート、奥義をしても、一切霊力を消費しなくなります。つまり、使用後は奥義を使い放題、連打可能になります。通常プレイでも、一度と言わず何度もお世話になります。お店で買うと、1個500文と非常に高価。とても買えないので、落ちているものは全て回収します。このチャートでは、計6個回収します。使用方法は、お楽しみに。ここで、分岐を一度直進し、伊賀の祠にブックマークを設置しに行きます。山城の祠にブックマークがあるので、そのままでも、ラストダンジョンには行けるのですが、そちらのルートだと、前述の内曇りと石が4個しか回収できず、よほどの強運がないと、1分以上のロスになります。対して、こちらのルートだと、開始の数に余裕ができるので、問題の箇所でのロスが発生しなくなります。タスさんなら山城ルートでいいでしょうが、人力だと、この伊賀ルート以外の採用の余地はないかと思われます。伊勢を目前に、ちょっとだけ倍速。伊勢の商人にて、お買い物タイム。鶏肉を3個と、煙玉を持てるだけ購入。辻とエンカウントして、鶏肉を獲得していた場合は、入手数に応じて購入数を減らします。ここで分岐を直進し、内曇りと石を回収。この分岐から砥石までの、わずかな区間でも、稀に炎化します。ちなみに、この区間は武器性能が良いので、白菜鍋は不要。水炊きでガン逃げします。
からかさは変化場所によって登場の仕方に違いがあります。このパターンのようにまとまって登場しない場合は居合を置くタイミングを考えないとボスに繋がるので慎重に。1体ずつ順に降下してくるパターンはまとめて倒しづらく非常に面倒です。伊勢の上地山に到着。神器を浴びるためここから展開を目指します。ここも分岐を直進し打ち曇りと石を回収しに行きます。白忍者炎火ちょっと迷いましたが煙玉で手足のため回収2つで爆弾を反射し安全を確保しつつ攻撃します。何言ってんじゃねえかよ、女子高生じゃねえぞこの野郎。こんな濃いだろ、じゃあ俺キャラボって帰るから。3個目の打ち積もり砥石回収、これで7幕の砥石は全て回収しました。楽な総炎火ですが白忍者を対処したので時短のために逃げます。結果論ですがさっき逃げてこっち対処した方が良かったですね。赤天狗は体力が高く4体も相手にすると航空に逃げられてグッダグダになるので逃げ、このマップは毒が期待、毒斬りを巻くだが、そこかしこに漂っています。ダメ点をしっかり準備して、慎重に。慎重に。おい、全然エンジンかかんねえじゃねえかよ。ノーミスだと8秒前後で通過するので、約8秒のロス。情けないか、結構恥ずかしくないよ。これは、高2と赤鬼の混成部隊なので、逃げ。開幕時に大きい足音がするので、反撃は容易です。2番目の毒が期待。まずは、2段高い足場に乗って、上切り、ダッチ切りの後、情報を警戒しつつ、2段ジャンプ。赤鬼、青鬼コンビは、ゴズ、メズコンビとおおむね同じ。煙玉必須です。最後の毒が期待も高めの足場に乗って高度稼ぎからの2段ジャンプで簡単に抜けられます。もちろんダメちゃんの用意は怠らずに。キプッて人の疲れが欲しいな。煙玉消費数4個で目的地に到着。今回も下準備手順ボス戦です。上地山を登り、前回兵の入り口に着いたピンクロー。そこで、メインワンを務める空人、雷神に呼び止められる。穏便な解決を望む空人とは対照的に、雷神は武力行使も辞さぬ様子。前回入りを急ぐジンクローは、雷神の突破を試みる。七幕ボス、雷神戦。左に1回、開始した位置に誘導して、ダメ君に付き合い、全身かすみ切りで、撃墜。ダウンして無防備になるので、成人して5本分削ります。ダウンからの復帰時に、上辺に逃げる場合は、即座に追跡。調整コンボを入れて、最後で追跡させます。出ろ落ちたな。でもずつ、村政の上に全身かすみ切りは、チャンスが非常に高く、ダウンする時は容易にダウンさせられます。これで安心だぜ。ロックをコンボ中に削り切らないよう半分くらい残し解散。ダウン当てにこの場にとどまる場合はより簡易なコンボでダウンさせられます。これが
ゃあもう少しだけヒントで待つかしないか。少しだけ時間調整を入れて最終ステージ突入。あとは削るだけです。最終勝利。結果は、リザルトローキー1分16秒。これは、先駆者様が使用していた霞切り羽を、独自に改良して、高速、安定化させたものです。コマンドミスがなければ、99% 撃墜ループに持ち込めます。友人とは違い、雷神はガチンコでやっても、一部の遅延行為が鬱陶しいだけで、そこまで強くはないです。楽しいな。し、天にやおい。やっ。物語はいよいよ大詰め。聖堂の鏡で、先ほどの伊賀の祠へ飛び、水滝でガン逃げ体勢に。尺も差し迫っているので、ストーリーの要約。ジンクローは雷神を打ち破るが、騒動の中、あの悔しい大神により、天界寺の門が閉ざされてしまった。玉打ちも、天魔師の消化も飛んだし、諦めかけたジンクロー。しかし、彼を慕う金菊より提案が。実は、天界寺の道は、伊勢のみならず、大和の金剛山にもあるらしい。そこが、蘭海率いる、金本蓮華宗の総本山であることを知りつつ、ジンクローは金剛山より、天界を目指す。ということで、大和を目前に見据えて、今回はここまで。ご視聴、ありがとうございました。床を抜けたいパート5、始まるよ。現在、物語は大詰め。桃姫の肉体の死期が迫る中、最後の望みをかけて、金剛山へ向かいます。あかん、これじゃ患者は死ぬ。俺に最後チャンスちょうだい。食事効果は、この区間では白菜鍋は不要なので、水炊きを使用しています。ここで、浮き積もり投資を回収。伊賀の祠の横のものと合わせて、計5個になりました。伊賀ルートだと、この2つ分多く投資を回収できるので、不足することはありません。山城ルートの計4個では、まず足りないので、1分以上のロス、もしくは乾燥不能に陥ります。神社演歌は、開幕時に一方の3体を、同時に飛んでくると、スムーズに終わります。やはり大勢でクソまみれになると最高やで。ケツの穴が、クソと正面で、ズルズルして、気持ちがいい。こんな、変態クソ親父と、クソ遊びしないか。岡山の剣木で会えるやつなら最高や。ここで、最後のお買い物タイム。残金をすべて、煙玉に注ぎ込みます。今回は、4個購入し、8個になりました。悪い時は5個、6個にしかならないので、上等でしょう。とはいうものの、ラストダンジョンである金剛山は、対処できる演歌が多いので、煙玉が少なかったとしても、よほどのことがなければ、突破できます。いつものサムライ演歌。よし、打ち込んでやるぜ。一体マットに囲めてみよう。あー、もうちょっと。もうめちゃくちゃそく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 の本拠地たる金剛山は真言蓮華宗総本山に来ました。
ここで、展開碑の入り口を探します。樹状の凹凸地帯は、電化した際に不意打ちされる危険性が高いので、警戒して進みます。金剛丼のエンカウントは、主に白忍者、僧、侍で構成されています。このうち、僧、侍は対処が容易なので、状況に応じてこれらを対処して、煙玉を節約します。煙玉炎火という幸運ですが、煙玉を誤爆しています。せっかくの幸運を、ボンミスで冬にする、RTA 奏者の工夫。現在、レベル19であり、大田区の赤柵は、村正が装備できますが、総演歌と、桃姫の大田区は相性が悪いので、山吹、村正のまま、進行しています。これは総演歌。ですが、6体のパターンは、居合が必要で、3体より3秒程度余分にかかるので、逃げ。ここで、最後の打ち詰まりと石を回収。これで、計6個になりました。これでまた一つコネクションが増えた。今度は煙玉を回収し、現在の所持数6個、かもなく、つかもなく、といったところです。さて、ここから少し尺があるので、ラスボスについて、少し解説。桃姫編のラスボスは、不動明王。不動明王本尊と、それを守護する、聖鷹、金柄童子の3体です。不動明王本尊の両腕、両足、腹、頭を破壊すれば勝利ですが、普段は結界により、攻撃が通りません。お供の聖鷹、金柄童子を倒すと、一定時間結界が消滅。その隙に本尊を破壊する、ということになります。ちょっとバチ当たりすぎんよ。つまり、同時撃破、本尊 V 破壊、同時復活、同時撃破、という流れを繰り返すのですが、これが厄介。右枠をご覧いただけばわかるかと思いますが、本尊は非常に大きく、また、お供の2体もランダムでワークし、移動だけでも時間がかかってしまいます。移動しないで倒せる方法があれば、とっても楽そうですね。解説はさておき、現在、煙玉の所持数3個、残念か判定が4回なので、すべてでなければ OK です。とか言っている間に1個使いましたねー。白忍者炎火1機、1個消費。やだ、やだ、ちょっとやだ。助けて、助けて、助けて、助けて。これは楽な侍炎。ああ、もうやだ。一方周辺を削って、居合で処理し、乱暴を下切りで浮かせて今後。所要時間13秒。侍なら7秒で済んだので、6秒のロス。散々でしたが、目的地に到着。白菜鍋を食べてから、うちふもりと石と、一年寺のり胸をゲット。火炎、村正に攻撃力を移し、限界まで攻撃力を高めます。ストーリーの要約。ソーラを切り伏せ、金剛山頂上の聖域に着いたジンクロウ。そこに突如、雪の城が黒蜜を携えて現れる。雪の城は、桃姫救済のため、と、交渉を持ちかけるが、決裂。ジンクロウは強奪を図る。そこに、不動明王本尊と、従者の聖鷹、金柄童子が現れ、黒蜜を没収。
さらに、悪逆の限りを尽くすジンクロウヘの王法として、成仏戦とする。最後のボス、不動明王戦。まずは右の、ゲイタカの下に移動し、うつじ森と息を使用して、天命来光を連鎖します。おい！へぇ！以上！冗談は先置き、自然解決しましたが、天命来光は、敵の目前に分身を召喚して、キリッキ王に。ランダムでワープスード同時みたいや、画面内にある、本尊の破壊箇所も、正確に捉えて攻撃します。しかも、本尊については、結界の取れた場所のみ捕捉するので、無駄打ちはありません。この場所が病理を連鎖するだけで、移動の手間が省けて、ダメージ効率も増加。この風船だと、一つ盛りと1個から6個で、確実に撃破できます。このために無駄を通ったわけです。天命来光に、という上位技がありますが、こちらは連打性能が悪く、ダメージ効率で、ウルフに大きく劣るので、採用。右枠に掲載していますが、オンリー1回分のダメージが約2割しか上がらないのに、連打性能が半分しています。ここでタイマーストップ。ボス戦、51秒。投資タイム、1時間16分20秒。運がいいと、45秒程度は出ますが、55秒以下なら、上等でしょう。RTA 本編はここで終わり。あとはストーリーの要約とエンディングなので、興味のない方はここでお別れです。さて、そのストーリー要約。ジンクロウは不動明王本尊の破壊に成功するが、相手はあくまで仏像。ここに至って、とうとう本物の不動明王が降臨し、ジンクロウは、完膚なきまでに叩きのめされる。圧倒的なまでの不動明王の意向に、地獄行きを覚悟するジンクロウ。しかし、一辺の在籍なき桃姫まで、地獄に道連れにすることを懸念したジンクロウは、悪態交じりに、桃姫の救済を申し出る。申し出は受け入れられ、桃姫は、玉打ちの術を受ける前の状態に戻り、ジンクロウは地獄行き、ということになった。後日、不動明王の意向と、ジンクロウが最後に見せた慈悲に感化された桃姫は、出家を決意。ジンクロウの供養に献身する。というところで、物語は閉幕。実に綺麗な幕引きだ。さて、スタッフロールに入ったので、完走した感想ですが、楽しかった。最終タイムは、ミスが少ないことを前提に、おおむねインカウント運で決まるため、試行回数を多くせねばなりませんが、プレイ自体が楽しいので、回数をこなしても、苦になりません。もう一度やりたいぜ！また、桃姫編は、自身のミスがなければ、ほぼ確実に倒せるボスばかりで、事故要素としては、オウムの取り巻きに、不意打ちをされる程度のもの。オウム壁や土蜘蛛のような、大きなリセットポイントがないので、儀助編と比べて、完走率も高いです。つまり、楽しさと完走率の高さが相まって、儀助編よりはだいぶ楽に、目標タイムに達しました。完走もほどほどに、改善点について、ボス戦については、ほぼ限界まで詰められているかと思います。個別の解説でも触れている通り、一本宝と大海については、改善案があるものの、安定性を極度に欠くにもかかわらず、それによって得られるタイムは、それぞれ3秒程度。そんなことをするくらいなら、安定策を取った上で、試行回数を稼ぐ方が良いはずです。さて、タイムに最も影響する、エンカウンについてですが、この走行のエンカウンが非常によく、上回るものを引くには、結構な回数をこなす必要がありそうです。
変化自体の少なさに加え、楽な決め球も多く引いているので、雑魚戦のミスを補って余りあります。情けないか、ご恥ずかしくないの。ちなみに、ウィーバンであれば、混合団で床抜けが可能なので、2分近く縮むでしょう。長くなりましたが、改善点はこの程度に、次回企画について。次回は、おぼろ村正の DLC 元禄回帰ターンより、4編のうち、いずれか1編のシグルエ RTA をやります。どの物語を最初にやるか、また、Any%か、100%か、までは未定。進捗状況や、個人的な趣味から、白蛇編の 100% を予定していますが、変更の可能性があります。尺が余ったので、さて、うるしゃ恥ずかしい、ショコラ描きタイム。まあ、ちょいよ、ちょいだ、やっちゃいましょうよ。そのための、右手、あとそのための拳。えっ、ちょっと、ええよ、あたるよ。あれの楽しみはこれからだぞ。アリスには今まで食べたことのない味を堪能してもらいたいんだ。ごめんな、こんなプレゼントで。何なんだ。こっち。じゃあ、ゲームに行こう。どっちだ。どっちだ。お前の。どっちだ。どっちだ。お前の。なんだよ。お前のってガバガバじゃねえ。逃げるんじゃねえよ。逃げてはダメですよ。ソースなんだよ。次はメインのクソハンバーグ。さすがに。無事だしな。ありがとうだよ。ありがとうだよ。無駄な電話しなくて。これこそ当然自慢のクソフルコースお題。ああ出てるな。うん、うわー、違うと見てませんね。こんなことを習ってるから上映会も終わり、そろそろお別れの時間です。長時間に及ぶご視聴ありがとうございました。